はい、こんにちは。116ウィンズです。昨日ですね、クリーブランドインディアンスのコーリー・クルーバーがテキサス・レンジャーズでトレードされたということで、少々話題になってたと思うんですけれど、クルーバーに関しては、ずっともう去年ぐらいからトレードの噂自体はあったので、ようやくトレードがまとまったかというところなんですけれど、ただトレードのその見返りっていうのがかなり少なくてですね、で、インディアンスがクルーバーを放出してレンジャーズから獲得したのが、外野手のデライノ・デ・シールズ・ジュニアと、あとはリリーフ・プロスペクトのエマニュエル・クラセっていう、2人だけというところで、ちょっと意外だったんですよね。クルーバー、2014年、2017年にサイ・ヤング賞も取ってて、で、2018年も20勝を挙げてる、本当に球界の中でもかなりのトップクラスのピッチャーというところで、この2人でクルーバー取れるのかっていうのは、ちょっと失礼ながら思ってしまったんですけど、トレードが決まって、で、その後に、いろいろ出た報道を見ると、エンジェルスなんかもクルーバー獲得に興味を持っていた中で、インディアンスはトッププロスペクトを結構要求していたみたいなんですね。で、それと比べると、今回レンジャーズから得たパッケージっていうのは、トッププロスペクトを含まれてないですし、ちょっとエンジェルスに要求していたものを考えれば、かなり見劣りするのかなと思ったんですけれど、インディアンス側の思惑、クルーバーのトレードに際しての思惑なんかをちょっと話していければなと思います。まず1点目にですね、インディアンス側はクルーバーの状態をかなり不安視しているみたいですね。で、今年クルーバーはですね、ほとんど故障で投げられなかったんですけれど、5月に打球が右腕に直撃して、骨折をしてしまって、で、その後、クルーバーリハビリを進めているようがいたんですけれど、リハビリの中で腹部の違和感が発生してしまって、今年はもう骨折してからは復帰することはできなかったんですけれど、そこの怪我の影響も、おそらくあるんでしょうし、あとはクルーバーは結構速球がずっと球速が下がってきているんですね。で、ベースボールサバントでちょっと、グラフを作ってみたんですけれど、それを見る限り、2014年以降は、ずっと右肩下がりで、ストレート系の球速っていうのはずっと下がってきていて、で、今年に至っては、もう球速が91.3マイルぐらいまで落ちてしまっていると。で、クルーバー来年34歳になりますし、これ以上、ここから急にまた速、あの、球速が上がるっていうのはちょっと考えにくいという中で、もしかしたらインディアンスはこれ以上クルーバーの伸びしろはもうないのかなと判断して、トレードしたのかなっていうのが、1点目。の、インディアンス側が、クルーバーの状態を不安視しているというところの1点目ですかね。で、2点目に今度はクルーバーの契約の問題が挙げられます。で、クルーバー現状、契約はあと1年と、あとは2021年のクラブオプションがついている契約となっているんですけれど、来年も、今年みたいにクルーバーが活躍できなかった場合に、となるとちょっとトレードは難しくなりますよね。2年連続ダメだったというところで、なかなか引き取り手もおそらくいないでしょうし、で、そうなると、インディアンス側としても、クラブオプションは破棄せざるを得なくなってしまいます。ってなると、クルーバークラスのピッチャーで、ほとんど何も見返りを得られずに、チームを去るということになってしまいますので、もしかしたらインディアンスは、少しでも見返りを得たかったのかなというところが、2点目ちょっと考えられるのかなと。で、3点目がインディアンスが今回獲得したエマニュエル・クラセを非常に高く評価しているのかなと考えられます。で、クラセをちょっと簡単に紹介すると、今21歳のリリーフピッチャーですね。で、今年 MLB デビューを果たして、で、防御率も、まだ20イニングぐらいしか投げてないんですけど、防御率も2点台というところで、結果を残しているピッチャーではあるんですけれど、投げてるボールが結構すごくてですね、常時90マイル後半出ますし、で、特に100マイル出るカットボールを、カッターを投げられるピッチャーなんですね。これはかなりその MLB の中でも稀なボールです。100マイルのカットボール投げられるピッチャーそうそういないので、クラセがかなり特別な才能を持っているというのは間違いなく言えると思います。で、一般的に、リリーフプロスペクトの評価っていうのは、高くはないんですね。当然その先発投手ですとか、他の野手と比べると、試合に与える影響っていうのはあまり大きくはないので、そこまでリリーフプロスペクトの価値というのは高くはなりにくいんですけれど、ただもしかしたらインディアンス側は、そのクラセに対して非常に高い評価を、周囲が思っている以上に高い評価を、下しているのかなと。
で、クラスでまあ現状でもセットアッパーできる、MLB でセットアッパーできるぐらいの、まあ、ポテンシャル、力を持っているというも言われてますし、まあ、将来的には、まあ、クローザー、もしかしたらオールスター級のクローザーにもなれるかもという話もあるので、まあ、結構クラスを、まあ、インディアンスが評価してて、で、まあ、レンジャーズ側が、まあ、クルーバー獲得に際して、まあ、クラスを含めてくれるということで、まあ、トレードに踏み切ったのかなというのが個人的に3点目として挙げられます。で、まあここまで3点、まあ、クルーバーの状態の問題ですとか、まあ、契約の問題ですとか、あとは、まあ、獲得したクラスへの評価の高さというところで、まあ、クルーバーのトレードの思惑を大体理解はできたと思うんですけれど、まあ、ただやっぱりそのクリーブランドのファンの反感っていうのは相当なものがあるようですね。まあ、当然そのサイ・ヤング賞2回取った、まあ、名実ともにチームのエースを、まあ、こんなパッケージで出してしまうのかっていうのは、まあ、当然ファンとしての怒りは、まあ、当然のものだとは思いますし、まあ、もっとこう、まあ、クルーバーを出すにしても、もっとこうトッププロスペクトと呼ばれるような選手取れなかったのかっていうのは当然ファンとしては思うことだとは思います。まあ、なのでインディアンスの判断っていうのが、まあ、吉と出るか凶と出るかっていうのはちょっと来シーズン注目して見ていきたいなと思っております。はい、いかがだったでしょうか。はい、クルーバーのトレードに関する動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。